どうも、セリです。今週もよろしくね。iMac 購入して Mac ライフ楽しんでる人も多いでしょうけど、Windows から移行してどうですか？かなりソフトが少ないのには、戸惑ってる人も多いと思います。ですが、その分定番ソフトは扱いやすくて出来が良いのも多いので使ってみてくださいまし。今日は、セリが使っている定番ソフトを紹介したいと思います。Windows から乗り換え勢も扱いやすいソフトですので、よかったら参考に。やはり、最初一番欲しいのは動画再生ですよね。標準でクイックタイムプレイヤーがあるんだけど、少し機能が物足りないですよね。そこで、ソフトを追加するんだけど、その場合 Mac のアプリストアがいいと思います。Apple で承認されているので安心して使えますからね。動画再生ですが、いくつかあるのですが私は、ムービストを使っていますね。アプリストアから簡単にインストールできますし、再生可能な種類も多いです。これさえあれば、ほとんど事足りますからね。では、次に需要の多いグラフィック表示です。セリは全画面で1枚ずつ表示できて、クリックで手軽に次々表示したいので探してみました。なかなか、これっていうのがなかったのですが、トイビュアーが良さげです。でも、やはりソフト自体が少なくて、窓表示のなら結構あるんだけどね。3番目に紹介は、テキストエディター。コットエディターを使っています。が、現在他のを物色中だったりします。次に、バイナリエディター、ヘックスフィンド、使ってます。日本語非対応のが使いづらいですけど、日本語に対応しているの、ないかな？次に紹介は、音楽ファイルの編集ソフト。これは、ストアでは見つからなくて、サイトから手に入れるものなんだけど、オーダーシティ、Windows で有名ですね。サポートは、少し遅めなんだけど、きっちりと Mac に対応してくれるのはありがたいです。ハイレゾにも対応しているので、それもいいですね。公式サイトからの入手なので、バージョンアップが手動でやらなければならないのは減点ですけど。最後に、ファイルの圧縮解凍ソフトです。OS 自体にも機能はありますが、文字化けとか、余計なファイル削除とかに対応している、ケカが、おすすめです。アイコンに、ドラッグ&ドロップすれば、すぐに解凍されるのもいいです。あと、グラフィック編集はクリタを使ってます。これは、以前動画で紹介しましたね。今日は、パソコン初心者でも Mac をすぐに扱えるソフトを7つ紹介しました。とりあえず、これらを入れておき、気に入らなければ、ソフト探しの旅に出るのが良いかと。ですが、Windows のように、よりどりみどりではないのでその点は把握しておきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。Mac のパソコンは、扱いが難しいのですが、反面、すごく面白いパソコンでもあります。Windows の魅力に取り憑かれないで、Mac 一緒にやっていきましょうね。あなたのパソコンライフが良きものであるよう祈ってます。じゃあ、また来週ね。